おはようございます。何で回してますか。いや、サルハウスチャンネルの素材的な何か撮れたらいいなと思って。エンジンズという7人組のバンドがいます。彼らは去年バンドを脱退する織田裕介さんにけじめをつけさせるためトランペットを持って富士山にアタックしました。しかしその時は悪天候のためこれ以上登るのは危険と君塚隊長が判断、下山を余儀なくされたのでした。今日じゃねえなとなりました。2013年1月、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。2013年エンジンズです。永田君ようこそ。エンジンズは新しく入ったトランペッター永田勝則を迎え長期にわたるドッキリを企画しました。ジェモリベンジ。企画内容は織田さんを仕事と騙して富士山に連れて行き今年こそ登頂してもらうというもの。6ヶ月もの間織田さんを騙してきました。いやでも心が痛むね。騙しの電話をするっていうのはね。会議を重ねて企画を練りメンバーのスケジュールを調整しました。もう今年はサルハウスのロケはない、そう信じ込ませるため事前にダミーのロケにも行きました。富士山に登った体になる富士塚と呼ばれる10メートルの塚に登ることで織田さんはすっかりエンジンズの呪縛から解放されたと思っていたのです。そう、今日この日に事実を知るまでは。2013年7月22日の朝、この日織田さんはとある仕事の現場に向かっていました。足柄温泉に行くということで。足柄温泉です。源泉かけ流しの温泉と豪華な食事を振る舞われると聞き二つ返事で OK したのです。でももちろんこれは仕組まれた偽の仕事。もちろんじゃないか。いつかあってますよ。もうなんかもうプロ意識が高いから。何も知らない織田さんはこれからエンジンズと共に富士山へと登るのです。まさか彼は今から富士山に登るとは思ってもみねえだろうね。ああいいね、いい家だよ。おじさん、こうしてバンド史上最大のドッキリがいよいよ運命の瞬間を迎えます。織田さん、おはようございます。おはようございます。エンジンズです。あやちゃん。はい、はい、あやちゃん。ちゃん、けじめをつけに行きましょう。え、マジで登るの？俺本当はどこ行く予定だったの？いや、なんか都市の知り合いが温泉で、うん、お前俺、お前富士山登るの？これな、これから富士山登る。そう、広島地区に行こうぜ。だけんじゃ、なんでてめえまでいんだよ。俺、お前バカンスじゃないの？当たり前だろ。お前、頑張ってよ、バカ。登りたくない。
登りたくない。でもやっぱほら前回登れてないでさ、あのまんまで終わるっていうのはちょっとこっちもね納得いかないわけよ。こっから実はですね、直行便がありまして。あ、そうなんだ。そうなんです、バスがあるんですよ。で、ただ僕と折田くんのとこはちょっとあの今村くんの車乗せてもらって、まあ準備もある。違うもの。ありがとうございます。まあ、てるわけで、藤山リベンジ始まります。ちょっと今日の工程を聞きたいんだけど、あと車の中で。みなさん、どうもこんにちは。1年ぶりのサルハウスチャンネルです。おりちゃん、騙してごめんなさい。おいしいごちそうも温かい温泉も全部嘘でした。この日呼び出したのは他でもない、去年登れなかった藤山にみんなでリベンジするためなんです。ちゃんと登ってもらわないと脱退を認めるわけにはいきません。おりちゃん、約束通り富士山に登頂して日本一の落とし前をつけましょう。今回は新メンバーの永田くんも参戦。総勢8名のバンドマンたちによる超理不尽な富士登山の始まり始まり。はぁ、暑い。いよいよですね。いよいよだね。須走り口駐車場でいいんだよね。オッケー。こういうタイミングでアロハシャツ着てきちゃう。これもこれだよね。いやもうね、やっぱあなたがブログでね TBA って書いてくれてるところとかね、たまらなかったわけよ。だってさ、やっぱりお前、俺のエンジンズでも何でもなんでお前、こんなお前よ、何言ってんの、何言ってんの、なあ、そうだろ、まだお前エンジンズだろ、まだエンジンズだよ。あ、そっか、今日はエンジンズか。今日はじゃねえっていうか、まあこれでようやくだよ。あなたもね、もちろんトライフォースとして今リーダーとしてやってますけど、僕から言わせてもらったら君まだエンジンズだから。6月12日に、ね、リリースしたね、ご挨拶のアルバム、そうね、7曲中2曲しか永田は入ってない。そう、あなたが吹いてる。それはじゃあ俺も立派なメンバーだ。立派なメンバー、愛すべきメンバーにする仕打ちですか、これ。愛こそだよ。愛こそだよ。いろんな愛がある。そうそう、世の中にはいろんな愛がある。そうね、バンドにはいろんな愛があるだろ。そういうことだ。世界遺産になって、そうだよ、今年なったんだよ。このタイミングもすごいじゃん。クシムもね、去年登れちゃってたら、今年の富士山は登れなかったんだ。そうだよ、ありがたい。ストーリーがあるだろ。富士塚もありましたよね。あれカメラ回してましたよね。あれほとんど使えません。だいぶ手抜きな。結果から言うと富士山には登れません。富士山に見立てたちっちゃい塚があって、そこに登ってお茶を濁しませんかって話なんです。いやー、やっぱりね、過酷。ここは因縁の7合目じゃないですか。到着しました。あの時あなたがこのままじゃ終われねえよって言ったよね。こんなんじゃない、俺が撮りたいのは。こんなもんじゃ終われない。もう俺はどうしてそういうこと言っちゃうの。お望みのままに今回は富士山に登ろうと。バカじゃないの。今回のねサラハウスチャンネルはやっぱりバンド番組ですから、今後出てくる若きね、ミュージシャンたちにね、これやっぱ示していかなきゃいけない。そうです。そうなんですよ。いいですか、はい。ミュージシャンといえど、ちゃんと目上の人には敬語でね、目上の人が重い荷物持ってたら持ちましょうか先輩とか。いやいや、いいよいいよっつって、ね、大丈夫だよね。そういうやっぱりあれがあるべきじゃないですか。うん、ありますね。あれでは新しく入ったトランペットのね、永田くんなんかもうすごい楽しみにしてるわけ。もう俺あいつにトランペット持たせる。あいつ俺の何個した？あいつ何個した？超下だから。大学の後輩だから。ここでいきなり上下関係出てくる。当たり前だろ、日本の音楽大学なめんなよ。社会なんだよ。いいですか、もう。あなた方、バックリオンタイみたいなのをさ、もう何、アメリカ行ってさ、もう社会性とかそういうものを全
体的に失って帰ってくるけどさ。日本の女よ、違う。おい、ちょっとそれはダメだぞ。言うな。おいや、言うなっつって、言うなって言うけど、君たちが、あの、僕初めて会った頃、まあ、バークリーから帰ってきたな、見事に社会性失ってた。俺に比べてね、日本の女音楽大学なんかね、僕がいた頃はね、もうそれはもう4年生は会社は、1年生は兵隊ですよ。うん、酒の一滴は致命的、先輩から出された酒は、必ず飲み干さなきゃいけない。俺はドンベイの大盛りの器で日本酒一気させられたことだった。今だったらパワハラとか言われるでしょうけど、ああいうことはああいうこと必要なんです。だから僕は今日長田君にトランペットもじゃない。あー、いやもうみんな楽しみですね。アヤボーだってあれだよ、ツアーをキャンセルしてまで今日を撮ってるわけだから。そんなこと言ったら今村慎太郎だってそうだよ。はい、俺明日本当は北海道の札幌ジャズだよ。俺札幌ジャズ蹴ってたよ。マジでドリンク乗ってる。俺本当に俺今乗りに乗ってる桑原愛の仕事を蹴ってた。いや今村慎太郎言ったよ。なんいや俺のこと見直したよ。こんなね、企画で札幌ジャズを断ってすいませんでした。この企画を俺はね、やっぱ想像させなかったのよ。いやいや、ほんと、思っとんだろ。ほんとによ。みんな本気だから。みんな本気だよ。みんな本気なんだよ。そっか、頑張って富士山登ろう。いただきました。いやね、富士ロックですね。富士ロック、フジロックだな。僕たちのフジロック。ちょっと僕たちのフジロック。ドラえもんのエンジンでも売れてなくて出れないけど、僕たちのフジロックだな。いよいよ始まりました、フジヤマリベンジ。もちろん織田さんには今回もトランペットを背負ってもらってます。去年はひどい嵐に見舞われて登頂を断念せざるを得ませんでしたが、ルートも宿も去年と同じ、天候だけは同じじゃないことを信じて、まずは初日の目的地7合目の山小屋を目指す一行。大型バディの織田さんのため、今年は休憩多めでゆっくりまったりお送りします。次回富士山リベンジ第2話、山小屋の名前、お楽しみに。手ごでも動かんで。